はい、それでは皆様、最後のトークセッションとなります。今日本当一日ね、長い一日になったと思います。お疲れ様です。でも一日の中でこれだけたくさんのね、すごいお話が聞けて、学びがすごいあったんではないかなというふうに思います。さあ今日最後のトークセッションとなります。株式会社メロ代表取締役社長の柏谷康幸さん、ソーシャルインベストメントパートナーズ、代表理事の白石智也さん、 NPO 法人ミラツク代表理事の西村優也さん、モデレーターは琉球フロッグス代表理事の日屋根隆さんが入ります。テーマは社会課題の解決手法と人材育成の重要性です。じゃあよろしくお願いします。お願いします。セッションとしては最後の最終セッションになります。で、これからの沖縄で、社会課題をどう解決していくか、そのためにどういう取り組みが必要かという課題感を私なりに持っていて、で出会った方々で、こういった方々にちょっと沖縄に来て、県民の皆さんと共有する学ぶ場をですね、作りたいと思ってセッション4に入れました。で、琉球フロックそのものも社会課題を解決するための取り組みだと思ってますので、我々の課題そのものを今日いろいろね、今後どうしていったらいいのかも含めてヒントがあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今日3部構成でいきたいと思ってまして、まず一つは社会課題を解決するという中に新しい資金の提供の仕方、社会的インパクト投資、あるいはベンチャーフィランソラピーですね、ソロンフィーですね、というような概念もありますので、そういったお話をします。で、その次にソーシャルイノベーションあるいは共創デザインというテーマでお話をして、で最後に人材育成というテーマでですね、お話ししていければなと思っていますので、よろしくお願いします。じゃあまずは白石さんの方から自己紹介を、はい、まずお願いします。自己紹介、はい、改めまして、白石智也と言います。私はソーシャルインベストメントパートナーズというところの代表理事と、それから投資会社の、社長と2つやっております。自己紹介としてはですね、私は大学を出て、仕事を始めようと思ったのがもう30年ちょっと前なんですけども、その時にベンチャーキャピタリストになりたいって自分は思ってですね、それでついては卒業後すぐにそういう会社に入って、で25の時に先ほどもお話があったシリコンバレーに行きまして、それからずっと35までですかね、10年間いわゆるベンチャービジネスに対する投資というのをずっとやってきました。で、10年ぶりに日本に帰ってきた時がちょうど日本が、大変金融危機の状況の頃で、でいわゆる投資ファンドというのも当時出始めた頃でした。で、その頃にですね、会社を、例えば経営者と一緒に買収をして、その会社自体をまたベンチャーキャピタルのようにこう一緒に育成していくっていう、そういう意味ではベンチャーキャピタルの場合には割と若い企業が多かったんですけど、もう少し成熟段階の企業に対しての投資っていうのを日本に帰ってきて始めたのが35、それからずっと今度はそういう、それはプライベートエクイティとか未公開企業投資って言われてるんですけど、それをずっとやってきて今に至ります。で、ソーシャルインベストメントパートナーズの方は、そういう意味ではこれからお話しますけれども、特に社会的な事業ですね、これは NPO だとかあるいは株式会社でもソーシャルなビジネスに対して専門にお金と経営の支援をするというようなところです。ありがとうございます。もう先にここを深めていきたいんですけれども、社会的インパクト投資というと、こう経済的なリターンを求めるという軸よりも、社会的なインパクトをどれだけこう達成していくのかという軸に重きを置いた、投資であったり経営支援だというふうに認識しているんですが、その後社会的インパクト投資ってどういうものなのか、あと、合わせてベンチャーフィランソロピーというのはどういう思想なのかということを、説明していただけると嬉しいです。わかりました。そういう意味では社会性というのは全ての事業に対してあるわけですけれども、それが反社会的なだけじゃなくて、いかに本当に社会に対して成果を出しているかというのは
決してやっぱり売上とか利益だけでは測れない部分があるんですよね。でそれをいかに測っていくのかっていうのは実は我々の金融とか投資業でも非常に考えてきているところで、具体的には皆さんお話聞いたことあるかもしれませんけど ESG だとかですね、あるいはその中でフレームワークを作って、まあ、いかにその社会性を測っていくかということをやります。で具体的にはですね、例えばその事業に対して、まあ、一種単純に言うとビジネスってお金をいただけるかどうかっていうのはまあ一時的なものですけれども、お客様とそれから事業の受益者って必ずしもイコールじゃないですよね。お金を払っていただけることはもちろんお客さんだけれども、その事業をやっていて受益を受ける人って実はその周りにいっぱいいると、まあ、それは企業の場合ステークホルダーっていうことを言うかもしれません。でその受益者がですねどこにいて、その受益者の人たちがいかに、まあ例えば人数が増えていくかとか、まあ、あるいはその人数が増えてクオリティライフがいかに上がっていくかというのを、いかにこう指標化して、そちらの方を、まあ、主な投資の目的として出しながら、経済的にもできればそれはいい投資につながるので、お金が返ってくればいいねっていうのがインパクト投資で、ベンチャーフィロンソロピーっていうのはそれよりももっとインパクトに全くもう振ってしまった考え方で、お金が返ってこなくても社会的にインパクトがあるんであればぜひやってほしいと。つまり究極のその考え方って税金だと思うんですけどね。ただ税金もいかに使われているかは分かったとしても、それが将来の社会の成果とかどんな評価になっているか実は非常に分かりにくいですよね。これを逆にある程度その投資的な観点で成果を見える化しようというのが、まあベンチャーフィロンソロピーですかね。でベンチャーフィロンソロピーそのものはシリコンバレーでとか、あるいはイギリスで作られた造語でしてね、これは90年代ぐらいからなんですけど、ベンチャーキャピタルのキャピタルをフィロンソロピーに変えた造語なんです。つまり寄付でお金を出したりもするけれども、投資のように、まあ、それお金返ってこなくとしても数年後とか10年後、あるいは自分の子供たちの世代でどんな社会の状態が成果として上がるかという観点で、それをちゃんと測ろうじゃないかっていう、そんな考え方なんですね。具体的に、これまでどれぐらいの数の団体、はい、企業を支援、またどういうカテゴリーなのかっていうのも少し教えてもらっていいですか。はい、こちらの方でそういう意味では今まで投資をしたりっていうのは、一つはですね、法人格は全く問わないっていうことなんで NPO にも出してます。で NPO の場合には当然エクイティっていう概念がないので、投資ではなくて助成金みたいな形にはなります。それから株式会社の場合にはいわゆるエクイティ、出資、株式での投資っていうのもこのファンドを通じてやってます。で例えば、子どもたちの、放課後の、まあ、居場所を作るアフタースクール、これを学校の中に置いてやるっていうような団体とか、それからお子さんをこうお母さんたちがリアルで知り合いになった後にネットでまあ、つながって、で子どもたちの預け合いをですね、まあ、一種ネットの中で、1時間500円というサービスなんですけど、まあ、一種シェアリングの時間をこうしていくような、子育てにのシェアリングをするようなものとか、まあ、あるいはその先ほども出ていた公教育ですね、特に小中学校の公立の学校に対して社会人の経験がある、若者を2年間送り込むと、アメリカに Teach for America ってありますが、それの日本版をやっているところとか、まあ、いくつかそういう教育とかですね、あるいは発達障害を抱えた子どもたちの、療育の施設とか子育てとか、割とそういった次世代に関わるところが我々のポートフォリオには多いですね。あとその社会課題っていうと、まあ、NPO などがやっていて、でそこに対して、まあ、100万とか200万とかの、まあ、寄付だったり助成金っていうものを NPO はこう自分の授業もやりながらお金をこう集めているっていうイメージがあるんですが、やられているものというのは、まあ、融資あるいは投資出資もあるということだったんですが、まあ、期間とか金額とかっていうのは具体的にどういったレンジなんでしょうか。そうですね、やっぱり NPO とか見ててやっぱりその一つは、まあ、これ行政の補助金なんかも似てるんですけど、単年度だっていうことが非常に多いですね、既存の助成金は。
それから金額も含めて割と小さくて、割と何を例えば買うための資金とか資金の使途も実は限定をされていると。で、私たちの場合にはそれじゃあ中長期で出そうということで、通常3年から5年にかけて出しますと。それから金額としてはまあ数千万単位で出しますと、まあ、3000万とか5000万とか、それもマイルストーンを決めてベンチャーキャピタルのようにここまでいったらまた追加で何千万みたいな感じなんですね。で、当然長くやっていくので私たちもいい意味でまあ一緒に伴走しようということで、出しっぱなしではなくて理事会に入ったりとかしながら、まあ一緒に伴走していくみたいな形が多いですね。伴走する、まあ、仲間としてお金を出すだけじゃなくて、まあ、広報支援とか、はい、いろいろプロボノと呼ばれる存在の方々がいるんですが、そのあたりのお話も少し聞かせてもらっていいですか。はい、本当にそこは実は個人のプロボノだけじゃなくて組織でもやってまして、まあ、一つは私のようにずっとその、実業というかベンチャーキャピタルとか、まあ、投資ファンドをやってきた人間はが、まあ、そこに関わっていくというのが一つ。それからあとは我々の理事の中には投資銀行の出身だったり会社を実際立ち上げたベンチャーの経営者の経験がある人間なんかもいます。あとは組織でコミットいただいているのはクリフォードチャンスという法律事務所ですね。それからアメリカの戦略コンサルのベイン&カンパニー、それから PR コンサルティングのフライシュマンヒラード、まあ、このあたりがですね、これは勤務時間の中で実は手伝ってくれていて、年間多分例えば弁護士事務所だったら1000時間ぐらい使ってくれてますね。これ実はフリーオブチャージでただで勤務時間内で若手の弁護士がですねこの活動に参加するみたいなことになってます。なのでそのお金を出すだけではなくてあらゆる角度からの経営支援も、まあ、そういったサポーターの力をやりながらこう3年から5年かけて社会課題を一緒に解決していくという手法ですよね。で、まあ、事例としてまあお話しできるもの、例えばここの事例はまあ初年度こうだったけど3年5年でこういう成果出ましたよっていうのがもしあれば。じゃあ最後に、分かりやすいのはまあ一番最初にご支援したのがアフタースクールの団体だったんですけど、ここは非常に面白くてですね、まず経営者の方はこれ NPO なんですけど丸井で企画をずっとやってた方がアメリカに行ってアメリカのアフタースクールを見てですね日本でもこれをやりたいっていうふうに思って始めたものと。で特徴の一つは学校の中にあるんですね。そうすると当然施設は学校の中のものを使えるし音楽室だろうが何だろうが使えると、体育館も使えると。で二つ目は地域の大人たちを市民先生という形で巻き込んで、まあ、例えばおじいちゃんが剣道を教えたりとか、まあ、いろんなこうクラスがあると。大工が例えば図工を教えたりとかそういうのがあるんですね。それから三つ目は企業も巻き込んで、企業 の, そのまあ人事研修とか人材育成の一環で企業が例えばプログラムをそこのアフタースクールでもやると。例えば富士声優って声優会社が食育の授業をやるとかですね、これも半年から1年のプログラムを作る、まあ、それをこうやってるっていう面白い団体だったんですが、最初にご支援した時は最初私立の学校しかなかったと。私たちと一番最初にやろうと言ったのはぜひ公立でできるようにしようと。そのためには、まあ、なぜならば公立の方がやっぱり受益者の層が広いんですね。で、まあ、お金が払えるその私立の学校だけじゃなくて割ともう少し廉価かもしれないけれどもきちんと公立の中でできるようにしようと。ただ公立の中に入っていくって実はすっごいハードルがあるんですよ。これはディシジョンメーカーが誰か分かんないんですね。学校なのか教育委員会なのか PTA なのか、あるいは行政の方を話してもですね首長さんと担当で言うことが違ったりっていうのもあると、まあ、その中でも公立でやっていこうっていうのはまあ起きましたと。で結果として今4年経って、3校だったのが今16校になりました。でそのうち、4校かなは公立もできるようになったんですね。それから子どもさんを預かっている数が延べで今15万人ぐらいになったと。それから、そうですね、プログラムの数も500種類ぐらいあるんですね。だからプログラムの数も増えた。で企業が今参加しているのが50社ぐらいですかね。で約まあスケール的には10倍ぐらいになって、プラス今始まっているのは例えば千葉市の、
既存の学童を10校も預かっていわゆるまあ業務委託を受けるみたいなこのモデルを広げるみたいになっています。まあ、そういう意味ではあの割と分かりやすいその成長のスケールとしてはある程度そういうスケールが出たで結果として売上も伸びて、まあ、数千万ぐらいの売上だったのが今4億から5億ぐらいの売上の NPO になってきましたね。もう自走できる状況になってそうですね。 4,5 億ぐらいで今、正社員が、40名ぐらいですから、まあ、これでもうあの自走できるねっていうことで、うん、一旦我々からは今年の春卒業していただいた団体ですね。なるほど、なるほど。そういうモデルを、まあ、そういう投資を成功させる秘訣って何ですか。こう投資する側何を見てその NPO なり代表 なりを、まあ、選んでると思うんですけど、はい、ポイントは何ですか。通常の投資だと、まあ、ビジネスとしてどうかリターンがどうあるか、はい、事業はどれだけ成長するかっていう視点だと同じ視点なのか、はい、いや独自のこう視点があるのか。これは最後にそこを、はい、似て非なるじゃないな違うなあの違うようで実は同じですね。つまりあのベンチャーキャピタルをやってた時もですね結局あの What is a mission って必ずやっぱりこう常に問いかけているんですよね。でそこにはやっぱりあの社会の課題があるからついてはそれをこうもう一つはその団体ならではのしかできないことがあるかどうかその2つを掛け合わせると競争優勢は当然あるのでしかもニーズはそこにあるわけですからレギュレーション等の一応障害はあったとしてもやっぱりブレイクスルーしていくわけですよ。そういう意味ではあの、優秀なこうアントレプレナーとソーシャルのアントレプレナーって結構すごく近いところにあってそのビジネスを考えられる人それを実行していく人って必ずそういうこんな社会になってほしいという一種デザイン思考があると思うんですよね。ただ一方でそれを今度あの伴走してお金だとかじゃあ実際に計画を作ろうとかですねそれからロードマップも書いてみようとかいうのが私たちの、まあ、そういう意味では黒子としての役割でそこはやってることは実は全然あの BC と同じだなっていう感じはしますね。通常の投資と違う社会的インパクト投資なんか違いはあるんですかね。見てるところも一緒だし手法も一緒だなと思うんですが、あの通常の BC 投資の方が楽だなと思う時はあります。そうです。あのお金が返ってくるかどうかっていう考え方なんで、はい、そうするとまあこれを IPO するにはどんな会社に仕立て上げるかなっていう割と目標がはっきりするわけですが、うん、強いて言うとお金が返ってくるよりもよりインパクトを出すという複雑系なので、うん、受益者の整理をするだけでも全然違うんですよね。なるほど。例えばさっきのアフタースクールの受益者って子どもなんですけど二次的には子どものお母さんも受益者なんですね、うん、でそこに行ってる家庭のお母さんの例えば復職率が上がったりするんですよ。日本にはあの小1の壁って言われるのがあって、うん、子どもが小学校行くとお母さんが離職しなきゃいけないっていうあれがあるんですけどそれを上げるとか、うんうん、それからさっきの地域の大人も受益者ですよね、うん、その辺のこう複雑系を解いていくっていうのは、まあ、実は結構あの営利の投資だけの方が単純明快かなっていう気がしますね。なるほど、なるほど。まあ、逆に言えば社会課題がまあ、ね、いろいろ増えていくので、まあ、そういった投資手法とかっていうのはこれもっと必要になるのかもしれないですね。そうですね。あの先ほどのシリコンバレーとかあるいはイギリスのところなんかでもですねロックフェラー財団とかあるいはビル・ゲイツの財団とかあるいは我々のような VC をやってきた人間たちがこういうファンドを作ってそういうソーシャルなものに投資しようっていうのはやっぱり出てきてますからそういう意味では大きな意味で日本もこれからもっと出るんじゃないかなと思います、うん、地方にも増えてほしいですよね。そうですね。そういう仕組みがね、はい、あの地域のコミュニティでそれをやっていくっていうのも非常にあると思いますね、うんうん、お力添えよろしくお願いします。次あのお願いします。ミラツクについて自己紹介も含めてですね、はい、その前にちょっと僕白井さんに聞きたいことが今生まれまして、はい、社会的なインパクトを作るときに、まあ、ボリュームを上げるって分かりやすい、ね、人数が増えていくみたいなそうじゃないところでこうインパクトを作る例えばクオリティを上げていくとか、効果性を高めていくみたいななんかそこでどんなこうことやるとインパクトが上がるのかみたいなのをもし何かあったら聞きたいんですけど。あ、それはすごくいいポイントですね。そういう定性的なところも非常に大事だと思っていまして具体的にはこれロジックモデルっていうんですけどその子どもたちが例えば受益者とすればその子たちが3年後ぐらいにどんなふうになればいいかなっていうのを一応決めます。で今の子どもたちの課題って言われてるのが例えばコンフィデンスがないとかですねお友達がコミュニケーションが難しいとかですねあ
あるいはやりたいことが見つからないとか、まあ、そういうネガティブな部分についてはそれを、まあ、ある程度その学力というようなそういうものだけに当てはまないで、家庭での例えば振る舞いがどう変わっているかとか、まあ、できれば低学年の場合には子どもたち自身にも、まあ、アンケートを取りながらお母さんあるいは先生にもアンケートを取って、それは半年に1回ずっと聞き続けるっていうのを募集団を増やしながらやってきました。で結果として自分に得意なことが見つかったとかですね、さっき の大人の話をいっぱい聞いて大人と一緒にやっていくのでプロの技を見ていくわけですね。そうすると学校の勉強以外のところでアフタースクールで自分の得意なことを見つけるみたいなのも出てきたり、それの指標がやっぱりいかに上がっていくかっていうのを見ていったりします。そういう意味ではそれかける数みたいな感じですかね、考え方は。聞きたいこといっぱいあるんですけど、そうなんですよ、あんま時間なくてですね。ね、はい、自分の話は皆さん、西村です。よろしくお願いします。はい、スライドを使わずに僕らがやっていることを説明するのは結構難しいなと思いながら緊張してきたんですけど、やっていることは、大きく2つあります。1つやっていることは、例えば企業とか行政とか大学の方とか、経営者とかいろんなこう立場セクターもしくは職種の人たちが、一度に返せるようなそういうプラットフォーム作りを、やってます。10年間やっていて、まあ、北海道から沖縄ま で海外もちょっとだけ、ありますけど、だいたい3万人ぐらいの人がそうやって今入ってきてくれているというのが一つと、もう一つは、5年前ぐらいから、少しずつ始めてきているんですけど、そのプラットフォームを使って例えば、なんだろうな、働き方の未来ってどうなるだろうかとか、人が移動しなくなる社会において人は何を求めるんだろうかとか、いろんなテーマを決めてそのテーマにおける未来潮流を探索していくというようなことをやっています。それは大手の企業の方々の事業開発として一緒にやっているんですけど、最近それがちょっと進化をして未来戦略を策定するみたいなこともやっている、そんな NPO なんですけど、今日途中から聞いてて、あ、そうか、今日の自己紹介はなんかこう高生ぐらいから振り返らないといけないんだと思って、ちょっとこう今高校生ぐらいから振り返ってまとめ直したんですけど、もともと僕哲学者になりたかったんですね。で、高校の時に高校の時に哲学者になりたくって、カントとかニーチェとかなんか名前は有名だと思うんですけど、もう読みですごいなと思ったんですけど、例えばニーチェ読んだことある方どのぐらいいますか？あんまりない。あ、結構いる。あ、割といる。嬉しい。めちゃめちゃ頭いいんですよ。で、めちゃめちゃ頭よくって、ニーチェって19世紀に来てて、カント18世紀なんですけど、多分結構暇だったと思うんですよね。で、そのめちゃめちゃ頭がいい、まあまあ多分暇な人が一生かけて考えたことよりもすごいことって考えれないなと思って、諦めまして、でどうやったら勝てるかなと思ったので、なんかこうその人たちの上に乗っかって積み重ねれば勝てるんじゃないかと思い、哲学者ってこう一大勝負っていうか、こう自分で勝負しないといけないんですけど、科学的な方法でいこうと。で、哲学を科学的な方法で頑張ろうとしてるのは心理学なんですけど、その心理学の世界に行ってみようと思って、割とこうなんだろう、根源的には人生って何だろうと、人の成長って何だろうみたいなことをやりたくて心理学に入り、で、まあ、実際心理学の世界ってちょっと違うんですけど、なんかネズミの実験やってたりですね、病気がどうやったら治るかみたいなことをやってるので、こう人の可能性の探求とかあんまないんですけど、でもやってる心理学者もいて、マズローとかレシとか、でそういう人たちの、内容を見ながら、あ、なんか結構分かってるんだということが分かり、じゃあそれやってみたいなと思って、人がこう可能性を発揮して成長していくっていうことがもっとこう普通になるために何ができるんだろうみたいなところから、最初にまず現場に行こうと、できて4年目のベンチャー企業に入って、で2年間働いて、でその後シンクタンクに入ってコンサルティングの仕事をして今 NPO をやってるんですけど、なので根源的にはこう人の可能性がどうやったらこう発現する社会になるかとか、もしくはそのための仕組み作りでどうやったらできるんだろうとか、もっと言うとこう本当はできることなのにいろんなこう良くない理由で実現していない未来の可能性みたいなのをどうやったら実現できるかみたいなことをやっている NPO です。具体的にどういった取り組みをされているんですか？具体的に、どういう手法でやられているのかなと思って、一個はさっきのプラットフォーム作り、これは分かりやすいですよね。いろんな人たちがこう集まってくるっていう話なんで、ただその
段階を得ていろいろ試してるんですけど、最初は集まっただけだとそうやってこう僕交流会とかすごい苦手な人間なので、行っても知ってる人としか話さないみたいな感じで、知り合い増えないみたいな。なんでどうやったらこう知らない人同士でも楽にコミュニケーション取れるかとか、もしくはそのコミュニケーションが次につながるようにするにはどうしたらいいかなみたいなことを考えて、まあ、コミュニケーションをデザインするみたいなことをやっています。それは1個、ね、コミュニケーションってデザインできるので、まあ、お見合いと一緒です。お見合いおばちゃんみたいなもんなんで、適切なデザインがあれば適切に仲良くなるんですけど、ないと適切に仲悪くなるわけですね。なんでそのデザインをすると、コミュニケーションをデザインするというのが1個やっていること。でもう1つは今度その、まあ、でもほっとくと大体同じような人で集まるんですよ。人間ってこう安心感を求めるので、どうしてもこう近い人を探すんですね。そうですよね、うん、なのでわざとこう違う人をぶつけるということをやっていて、まあ、どうやってぶつけるかというとこういうことなんですけど、まあ、お招きすれば結構皆さん来てくれる、ね、お招きするときに、わざとこう違う組み合わせでお招きするみたいなことを、割と延々繰り返しています。でそうするとこう都市開発やっている人と教育学者と、地域の経営者みたいな組み合わせで出会ってくれたりするんですね。でそれを3人とか4人とかじゃなくて面単位でやるみたいなことをやっているので、100人のコミュニティをそこに作って全然違う人たちをお招きしていって1年間こう会い続けるみたいなことをやります。で実際にはまあ会う機会をたくさん作るみたいな感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一旦柏屋さんの方に行きたいんですけども、はい、柏屋さん、まあ、ちょっと自己紹介を、はいはい、お願いします。先にメローの柏屋と申します。今日は白石さんと西村さんのなんか教養あふれる言葉の数々に押しつぶされそうなんですけども僕はずっと起業家として生きてきてまして、24か5の時に IT ベンチャーを作って、で28の時に上場して、でその後なんか大腸がんになったんですけど、まあ、それでちょっと明日死んでも後悔しない会社って何かなみたいなのを考えて、で、まあ、結果結論出なかったんですよ。なんか死んだら嫌だなって、やっぱり最終的にそこにたどり着いたんですけど、まあ、強いて言うならなんか人に元気でいてほしいなみたいな。人に元気でいてほしい、なるほど、元気な人が見ていたい、元気な世の中になってほしい。世の中とかどうでもいいですね。なんか、まあ、周りの人とか、まあ、自分のサービス提供した結果のお客さんとかが元気でいてほしいなっていうのと、あととはいえなんかお金もちょっと欲しいなみたいな、いい家に住みたいし、ちょっといいご飯食べたいしっていうところで、こう行き着いた結論として、人を元気にする仕組みを作って金をたくさん稼ぐという会社を作ろうということで作ったのがメローという会社です。でかれこれ琉球フロックスには4期ぐらいスポンサーというか、そうですね、もうね4年前からご支援いただいて、はい、でお金というスポンサーだけではなくて、先ほどの中間成果報告会なども自腹で来てですね、ちゃんとこう子どもたちのプレゼンテーションに厳しくフィードバックをするというようなことをずっとやり続けていますが、なぜそこまでしてもらえるんだろうか、それはどういう思いが柏屋さんの中にあるのか、そこもちょっと今日聞きたかったんですけど、はいはいはい、僕は秋田県で生まれまして、タクシードライバーと看護婦の間に生まれたんですけども、ちょっと家が結構借金まみれでして、まず高校公立受からなかったら浪人っていう、もうそういう状況だったんですけど、一応幸運にも受かって、で、まあ、秋田でこう事務職に就こうかなみたいなのを高校の時考えてたんですけど、まあ、その時に交通事故に遭いまして、で保険金で大学に行けることになったんですよね。400万ぐらい来ました。1年ぐらい通院してたので結構来たんですけど、で、まあ、それでこうやりたいこともなかったんで、まあ、そのずっと漫画を読んでたんですよ。自分はどうせ大学も行けないし、なんか、まあ、その辺で就職して漫画読んで生きていこうと思ってたんで、やりたいこともなかったので、こうでも身を削って得たお金で大学行くんだったら、まあ、なんか
その当たり屋じゃないんですけど、うん、全然なんか命を削ってる方ですよね。そうですね、はい、うん、結構痛かったんで、あの でもやりたいことないんですよね、やっぱり。なんでその、まあ、自分で作ればやりたいこととか見つけられるのかなと思って、まあ、経営学部を選んで、まあ、進学して、で、まあ、学校では結局、まあ、絶望したんですけど、そのなんかさっきもおっしゃってたの、起業したこともない経営者でもない人が4年間教えるんですよ。 なんだろうこれ、あの教科書見ればいいやみたいなあの感じだったので、まあ、すぐ行かなくなってっていう、まあ、あ、ちょっとこの話すると長いんですけど、でやめます。で、まあ、結論から言うと結構運がいいのか悪いのか分かんないんですけど、その当たり屋的な視点から言うといいんですけど、あの自分は結構幸運のおかげで今、まあ、自分の好きな人生を歩めてるなと思ってて、高校の時に事故に遭わなかったらとか、あとはそのなんていうんですかね、あのそういうたまたまで人生が開けることって結構あるなと思って、だからこう自分は逆に昔の自分に対して、今中学生だったり高校生だったり大学生だったりする人たちに対して、たまたまじゃなくなんか人生が切り開けるサポートを意図的に計画的になんかやれたらいいなと。何ですかね、なんか昔の自分みたいな人を救いたいみたいなのって、なんかこう欲求として生まれるもんなんだなみたいなのはなんとなく今感じてることなんですけど。私も琉球フロックス始めた一番のきっかけは、はい、あの起業した時の事業計画にはグローバルって書いてるんですけど、うんうんうん、会社立ち上げて、ま、しばらく安定しないんで目先の事業一生懸命 で、うんうんうん、で創業して 10年近くなる時かな、少し会社も安定してきたので海外を見て回ろうということ でいろいろアジア回ったりしている中でシリコンバレー初めて行ったんですね。その時にもう本当に思ったのが、学生の頃来てればよかったと、うんうん、そうすると学生の時に来てこういう大人や社会に触れてたら、もっとこの僕の学生で起業してるんですけど、もっと大きなスケールで絵を描いてたなっていうのがあって、それで戻ってきて僕ができなかったことを子どもたちにしたいっていうのがやっぱきっかけなんですよね、うん、僕なんかこう人のためになる自己満足をして生きるっていうのがなんかやっぱいいなって思いますね、うん、はい、ありがとうございますだからいいと思います、はい、ありがとうございます。あと今日のお話も、まあ、含めてですけど、こう琉球フロックスに、入り口の方で、セミナーやっていただいたりしてるんですが、まあ、今日発表聞いてちょっと感じてることとか西村さんあれば少し共有してもらいたいんですが。すっごいよくわかりますからつながるんですけど、僕究極的にはハワイとかでのんびり暮らしたいんですよ。僕も一緒です。ずっとアニメだけ見て過ごしていたいです。そう、はい、僕どっちかって無限に本を読んでたい人間なんですけど、はい、でどうやったらできるかなと思った時に、なんか明日ミサイル仕込まれたら無理だなと思って、うんうん、で世の中平和だったらもしかしたらゆっくりできるなと思ったんですね。で、まあ、なかなか矛盾してるんですけど、ゆっくりするために頑張ってるみたいな、感じなんですけど、はい、うん、絶対今日仲良くなれると思いました。僕も腸の病気で大腸の病気で5回入院していて、計1年なんで絶対仲良くなれる、はい、何でしたっけ。そうですね、あの琉球フロックス9期生のスタートの方を見てますよね、はい、そこでいろいろ社会課題の解決の仕方見つけ方、はい、でそして今日ね6ヶ月経って、そうそう、はい、はい、そのビフォーアフターを見られてる方なので、はい、はい、大丈夫です、社会課題、社会課題というものを僕は NPO ですけど、あんまりにも真剣にやりすぎるとドツボにはまるなと思っているので、なんかそれってこう課題解決が目的化してしまっていて手段のはずなのにそればっかりやるみたいな、でだんだんこう自己正当化始めて、なんで自分はこんなに頑張ってるのに誰も助けてくれないんだみたいなことが始まってくるので、それってなんかこうもはや世の中敵に回してると思うんですけど、世の中良くするために世の中敵に回すみたいなものすごい矛盾が始まると思うんですね。なんで社会課題は入り口としてはすごくいいと思っているんですけど、そこにはこう
昔の人たちが解決したり予測しきれなかった未来が社会課題なので、それを解決すると昔の人のやり残しができるみたいな意味ですごくこういいと思ってるんですけど、こう入り口としては持ってほしいけど必要以上にはまってほしくないなと思ってますので、例えばさっきのプレゼンテーションの中に宇宙の話が出てきて、で宇宙の食事の話とかが出てきて、なんかこう社会課題として何なんだみたいなことを言われると、まあちょっと遠いみたいな感じもあるんですけど、でもそれでいいと思って、スタート地点が何らかこう世の中のためにとか自分はこういう世界を願っているというところから始まったんであれば、それをこう進めていくのがソーシャルイノベーションだと思っています。ちょっと真面目にソーシャルイノベーションのことを話をすると、はい、すぐ終わります、はい、終わるんですけど、課題解決に取り組みながら未来を作ることがソーシャルイノベーション、つまり社会革新であったり社会進化なので、ソーシャルイノベーションイノベーションですからね。なんで社会課題解決ではない、なので社会課題は、まあ、なんかこうこっちで回しながらどうやったらいい未来が作れるかみたいなことを同時にやることがソーシャルイノベーションだと思ってます。白石さん、実際そういう課題に、ね、こう向き合っている経営者といろいろやってきたと思うんですが、ちょっと今の話の流れで今ちょっと感じていることとか、はい、今の流れで変えてもいいですよ。今の流れで言うとやっぱり今日は嘘ついちゃいけない日っていうふうに聞いてるので、そうですね、僕は自分を振り返るとですね、父親が現場で働いてる人でアルコール依存症になっちゃいましてね、でも母親が大変な姿を見ながら結局お父さんとお母さんは別れた方がいいですよってお話をして、学生の頃に白石さんが、はい、それでお母さんが出て行ってしまったんですね、うん、で一方で自分自身もそんなに何でもできる人間じゃなくて、学校にも行かなくなってしまい、でもなぜか喧嘩にはあんまり負けなかったので僕はいじめられなかったんですけどいやいやそれはたまたまなんですけどね、はい、でもやっぱり高校ぐらいの時にはほとんどやっぱり行かない時期があったですね。でその中でなんかなんでベンチャーキャピタリストになりたかったかなって思うとですね、なんかそういう人とかあるいは経営者も今見てるとやっぱりすごい孤独なんですよね。相談相手ってなかなかいなくて、でベンチャーキャピタリストってお金も出しながらもちろんリターンは要求するんだけど、まあ、今いうふうに言うとガバナンスとか言いながらね、でも困った時に一方電話が最初に来るっていう相手じゃないといけないってすごく思ったんですよね。そういうのがいたら結構頑張れるのになっていうのは自分自身も今まで会社やってきて思ったので、まあそんな風ななんかあれになりたいと思いましたっていうのがまあ僕自身の話ですね。で何でしたっけ社会課題にね向き合ってる、はい、経営者のやつかね、はいはい、で今日初めて日根さんとお知り合いになって今日呼ばせていただいて本当にありがとうございました。本当に僕は来てよかったと思っているのは、そのなんていうんですかね、こうどなたかおっしゃってましたけど、今までのその教育とかあるいはビジネススクールなんかで僕らが習って、それで実践してきたことってもう全然古くなってきていて、それって例えばマーケティングにしてもデザインにしても今あるものをいかに改良するかっていうところでみんな勝負してきたと思うんですよ。それよりは、強いて言うとだから今課題がここにあるからそれを解決するっていう考え方よりも、こういうふうな社会を作りたいよねっていうふうな原動力で、それを目指していった方がよっぽど今ある課題をプログラムを潰していくというソリューション型のものよりもおそらくブレイクするんじゃないかなっていうのは常日頃感じているところで、それをなんかこう今日はすごく感じてたなっていうのが一つで、二つ目は琉球フロックスっていうこのイベントのさっきのロジックモデルを僕は考えてたんですけど、受益者は誰なんだろうと思った時に、実はもちろんリープフロックスしていくこの人たちもそうですけども、それに対してメンターじゃなくて実はリバースメンタリングって言葉ありましたけど、なんかメンターがメンティーになってるみたいなところってあるなと思ったんですね。
で仮にそれが今日来てらっしゃる方々だけじゃなくて、沖縄の企業とかいろんな方々がこの活動に関わっていくと、実はそれで自分たちもこうかえって教わっていくっていうところが多くて、そういう意味では受益者が非常に広がる可能性がある活動だなと。でこれは逆に言うと、これが一つきちんとモデルでできれば、なんとかフロックスって他でもできてもいいんだよなっていうふうなのも今日感じました。ありがとうございます。このあたりお金は出してもらわなくていいのかもしれないですけど、そういったアドバイスやっぱ欲しいですよね。客観的にいろんなこうアドバイスもらえると活動も広がると思いますので、よろしくお願いします。西村さんもちょっと時間あと5分なんですけど、今日は参加してみてのこう琉球フロックスに対する期待とか課題と、こうしたらいいんじゃないとかですね、あと会場に来ている学生も含めてですけども、ちょっとメッセージをいただけたらと思うんですけども、なんか今話したいことがあったんですけど全部忘れてしまって、すっごい困っているのでちゃんと質問に答えますので何だったかな、なんかいいこと言おうとしたんですけどね、はい、あでもいいです、はい、大丈夫です。あちょっと思い出した、そうそうそう、あれでもこれは何で言おうとしてる、ああそうだなんか世の中のなんか進化とかは僕はこうすごく好きなテーマなんですけど、でもそれはその琉球フロッグスがどう進化するかっていうこととも関わると思ってるんですけど、世の中例えば1万4000年前ぐらいにその農業っていうものを始める前に宗教っていうものが生まれて、でみんなでこう一緒に集まって暮らそうっていう時に、狩りでは暮らしていけない、どうやって暮らしていこうみたいな中でこう農業みたいなことが1万1000年前に生まれたんですね。だからこうやり方って後から生まれてくるのをずっとこう人類繰り返しているんですけど、1万年ぐらい経っちゃうといろんなやり方がこう継承されてきていて、それはもう一つの強みなんですけども、なんかやり方をすごく参照にする社会になっていると思ってますと。つまりこうやったことないことにずっとトライするっていう人類の歴史のはずなのに、いつの間にかこうやったことはなんかこう正解がわからないとかね、やめとこうみたいな感じになってしまっていて、でもそこをどう両立させるのかっていうのが僕は鍵だと思っているので、ね、まあ、1万年前に戻ろうじゃなくて、1万年前の感覚と1万年間培ってきた、やったことを参照するっていう能力と両だったら両立できるだろうか、これが鍵だと思うので、琉球フロックスでいうときっとこういろいろやってみようみたいなマインドがこうずっと続くと思うんですけど、じゃあこれまで培ってきたものからどういうことが学べて次いけるだろうかみたいなのがやっぱり長く続けている価値だと思うので、長く続けてきたことから見つけているこうやったらいいんじゃないだろうかみたいなアイデアも同時並行で動き出すとすごくいいなと思っているのがまあ一つと、もう一つは去年僕呼んでいただいて、その日は全泊してたのに、間に合わなくて終わった瞬間に来たんですけど、6時半ぐらいに到着、京都あんまり変わらないですね、はい、全くその皆さん理解できないと思うんですけど全泊してるのになんでこう午後6時半にようやくここに着くかっていうのは分からないと思うんですけど、そういうことが起こりまして、で終わった後の懇親会に参加させていただいた時に、当時の中学生ですね、の方が、仕切りをしてて、でちょっと話を聞かせてもらって、どんな考え方で何のプレゼンしたのかみたいな、素晴らしかったのね、素晴らしくって、でこれはこういろんな地域に行ったり京都とか東京とかに行っててもない他にないものだと思ったので、まあ、とりあえず何でもしますみたいな、感覚だったんですけど、それと加えていろんな人にやっぱり知ってほしい、ね、で、知るべき人に知ってほしいと思ってます。でそれが起こると、例えば宇宙だったらこの人を頼っていけばいいみたいな、そういうつながりが多分琉球フロックスにできていくと思うので、そういう意味でいろんな人に知ってほしいです、うん、からここにはいろんな種があって、でそこを面白いと思える人は多分日本中にまだまだたくさんいるので、その人たちになんとかこうつないでいきたいなというのが今思っていること。ありがとうございます。今日はセッション1の方でも話したんですけど、結局人材育成や起業家育成の質っていうのは、おそらくそこにつながっているコミュニティやネットワークの質に依存していくので、どんどんこう良いネットワークを沖縄につないでいきたいなと思ってますんで、ぜひ、ミラツクのネットワークも
まあ、今日、ね、いた学生とつなげられるようなものがあればどんどん引き上げてもらえるとすごく嬉しいです。それでいうと僕ら年に1回だけ感染症対策の誰にも言ってないカンファレンスやってるんですけど、うん、そこにとりあえず今年1人招こうと思ったので、まあ、お一人、来ていただきたいなと。なるほど、ありがとうございます。旅費とかも出してもらえたりする？旅費は、はい、まあ、僕の旅費を代わりに使ってもらうみたいな感じでいいかなと。あ、でもありがたいですね。ありがとうございます。こういう形でなんかつながっていくと嬉しいです。ありがとうございます。で、最後なんですけど、柏谷さんも、ね、はい、長い間コクロックスを応援してくれている、はい、で今日急遽終わったんですが、はい、まあ、これまでの思いだとかこれからこうした方がいい、今日こうだったも含めて、はい、共有と、あとメッセージを、ね、子どもたちにやっぱりやってもらいたいなと思います、はい。まず、お子さんをお持ちのご両親の方にメッセージがあるとするとですね、僕大学生の起業家とかにこう数百万ずつぐらいこう投資したりもしてるんですけど、その時の最高のスクリーニング方法が親にどういう教育をされたかというのを聞くと分かりますっていうのは、まあ、そんなにサービス当てた経験もなくて、まあ、学歴なんて当てにならないってなったらもうサバイバル能力っていうんですかね、そこで見極めるしかなくて、でそれを見極めるのに一番いいのが親にどんな教育をされたかで、これがもう結局ほぼ 100% の打率で今当たってるんですけど、そのポイントはもう親があなたはどうしたいのっていうのが口癖の親の子供っていうのはまず基本的にいつか成功します。で別にみんな起業家になってほしいわけじゃなくて、なんか起業家なんて辛いことの方が多いし、なんか別になんなくていいと思うんですけど、でもそのもし子どもの幸せを願う親御さんがもしいるんだとしたら、自分が死んだ後も子どもに幸せだってほしいじゃないですか。ってなったらその子どもが自分で考えて自分で生きていく、意思決定して行動していく人になってもらわないともう無理ですよね。で結局それが起業家の素養だったりとか、世の中で活躍できる人の素養だったりとかってことにつながってると思うので、なんかぜひ子供に対してどうしたいのっていうのをいっぱい聞いてあげてもらえたらなと思います。あ、時間ないですかね。あと学生にも話していいですか。学生に、はい、一言お願いします。学生の方に対してはですね、僕の両親はずっと秋田で生まれて秋田で育った人なので、東大よりも秋田大学の方が優れているというぐらいの認識だったんですけども、なので、まあ、自分がやりたいこと、例えばもう400万もあるんだからもう私立行ってもいいよねみたいな話をして、もういやいや秋田大学受かるんだから行きなさいみたいな、まあ、そういうスタンスだったんですけども、なんか僕のその時の支えはキュリー夫人と野口英世のあの漫画だったんですけど、偉人の漫画を心の支えにしてて、なんか人間ってどうやらここまでできるらしいみたいなのを漫画で学んでですね、その、まあ、親が言ってることもすごく分かる、自分のことを思って親の教養の範囲内でベストな選択肢を強制じゃないけど、まあ、進めてくれてるっていうことも分かるんですけど、なんかどうやら多分その世界の外にもなんか頑張れてる人はいるらしいと。だから僕はこう親と喧嘩して関西の大学に行くことにして、まあ、そこから結構人生も開けてるっていう感じがあるので、なんか一時的にこう親と喧嘩してもいいんじゃないかなと。逆に喧嘩したいぐらいの思いというかネタがあるんだったら、なんかいい機会だなっていう、なんかサインだと受け取って戦ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。もうちょっと時間過ぎてしまったんですけれども、これからこう社会的課題、まあ、そこあまり強調しすぎる必要もないのかもしれないけど、そこに対して投資をしていく、その時の投資のスタンスだとか、あとこうやっぱつながっていく仕組みをどう沖縄に作るかとか、あと引き続き柏谷さんには琉球フロックスを、ね、応援していただきたいと思います。今日本当時間なくてそれぞれのセクションでヒントを、ね、共有したんですが、ぜひこの中で社会的インパクト投資興味があるとかですね、こういうのやってみたいんだという方がいたら白石さん捕まえて、沖縄でそういうことをやる人が増えていけばいいと思ってますので、
またよろしくお願いします。最後に皆さん3人のお三方に拍手で感謝の気持ちを伝えください。ありがとうございました。ありがとうございます。